はい、ありがとう整体の平野です。世界でただ一つの整体をやっている整体師がですね、ちょっとコロナウイルス対策で、ちょっと一つ今疑問に思ったことを述べたいと思います。まあ、先一つ最初に言っておきたいのは、まあ、私は、まあ、コロナウイルス対策として、まあ、まあ本当にこう水でこう手洗いしてもいいと思うし、まあ、そのエチケットのために、まあ、人にうつさないという名目で、マスクはした方がいいよねっていうふうに思うようなスタンスです。マスクをすることによって予防ができるとはあまり考えてなくて、マスクをすることによって、まあ、逆に呼吸が浅くなって免疫力が落ちるというふうに考えているタイプの人間だと思ってください。そこでですね、まあ、今、まあ、飲食店に行ってもですね、どこに行ってもこう、まあ、病院に入るときでですね、当然、手の、ね、この消毒をさせられてしまいます。まあ、あまりこのきつい消毒はですね、手の常在菌を、まあ、まで殺してしまうという観点で言えば、まあ、免疫力を落とすんではないかなっていうふうに思う中でですね、でもそういうふうにやるんなら、この靴の裏ですね、これ非常に例えば、鳥がねこう、ウイルスに侵されて、石灰をまいたり、そこの防護服を着た人たちがこの出入りするのに鳥の厩舎に出入りするのに下にですねこの消毒液を置いてあるところに、まあ、足をつけて靴の底をつけてそこから入っていく、そういうことをしているんですけども、これ今まで僕がねこう、その食べ物屋さん行っても、まあ、そういったことをしているところは病院に行ってもそうですけどもないんですね。でも、例えば都会に、今都会の、まあ、繁華街で、まあ、その陽性患者さんがいっぱいいるというふうに話の中で、結構こう唾を吐いてペッてやる人が非常に多いと思うんですけども、まあ、その吐いたものを足で踏んで靴の底で踏んでそのままお店の中に入っていて動き回る、そしたら、まあ、手を、洗うぐらいその、考えるならばこの足の裏の消毒、靴の消毒というのもね、非常にした方がいいのではないかというふうに思います。日本人の、その、このコロナウイルスの、この、羅漢率が低いというのも、その靴を脱ぐ習慣があるからだというふうにね、言われている方が、います。まあ、それも正しいと思うんだけども、まあ、靴のままいろんなところに入るとしたら、病院に入る、食堂に入る。そしたら、まあ、細かいことを言えば、靴の裏の方が、消毒すべきなのではないかなって思います。でもあくまで私はですね、もしかかったとしても自分の免疫力が強ければ何の問題もないというふうな考えを持つスタンスです。ただ、もちろん手洗いもするし、そういうところで、ね、こう消毒しなければいけなければ、手の消毒もするし、マスクもするし、そういった最低限の、ね、ルールはきちんと守った上でこういう発言をしています。